はいはい、おはようさん。おはようございます。久しぶりのロックガーデン。今はもう12月が入ってますので、うん、閉山のシーズン、うん、一番楽しい季節ですね。見てください、この紅葉、うん、今日は、はい、ロックガーデン経由山頂には行かず、はい、風吹岩まで行って、はい、そこから岡本、阪急岡本行きを目指す初心者おすすめ、うんうん、トレーニングコース、うんうん、山頂行ってしまうとね、もうあの向こう抜けたらアクセス悪いし、そう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 、時間も飛躍的に伸びるし、あ、そう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 、今回はふわっと、そうそうそう、ふわっとするほど緩くはないですよ、トレーニングなんで。あ、そうな、はい、あなた6コースに。え、って言ってもあれやろ、風吹岩以降って下りやろ。下りっすよ、うんうん、まあでもまあまあ登りごたえがある感じなんで、うん、タイムアウトすっと、はい、今ここにおりますね。はいはいはい。で、今から風吹岩まで1時間ぐらい、ロックガーデン中央寮、そう、中央寮使って風吹岩1時間、はい、でそっから、はい、ここダーッと降りてってですね、はいはいはい、ダーッと降りてってちゃうわこっち右行かなあかんすよ。東に降りてってダーッと行ったら岡本駅、江南山手やで。あれ、岡本これやん。もう嘘ばっかりやな、もうロックガーデンで風吹きはこれやろ、はい、嘘ばっかり。こっちに降りていかなあかんじゃん。そうっすね、こっち。これやろ。はい、金取山を経由して。そうやろ。うん。頼むで、もうほんま。俺、このルート通ったことないんやからね。いや、はい、大丈夫。足が覚えてんって。あ、大丈夫っすか。かっこええな、足が覚えてるって。できたら頭が覚えといてほしいけど。いや、とはいえ、ちゃんとルートキープし、あ、ルートキープっていうか、その、ちゃんと見ながらやるんで。あ、いや、でも、絶対に間違わへんっていう意気込みでやるのは危ないよ。あ、自分はミスを犯すかもしれないから、ちゃんとチェックして歩こうっていうのが一番安全な。なるほどね、はい、今がね10度ぐらい、ウェイ、一番パフォーマンス上がる。あーて、ロックガーデンですよ。日本ロッククライミング発祥の地。そうですね。いやー、僕は何回ロックを登るんかね、人生において。2回。2回。なんでそんないうこと言うんですか。いや、もう登山飽きてるかなって。いや、そんなことを同じこと山の上さんにも言えるんですか。いやいやいや、はい、山の井さんと同じぐらい純粋に山愛してるって言えんの。じゃあ、山の井さんやで。山の井さんってね、あの人はほんまにすごい。ただあの、僕失礼なこと言ってしまったなって今反省ちょっとしてます。うん、あの、話に山の井さんを出してしまったことに対して、うん、自分を恥じています。はあ、あの人ほど山を愛してる人はいないですよ。でしょ、はい、だって、はい、あのピオレドール取り張ったんもん。障害功労者でしょ。誰も文句言えへんやろ。なん、誰も文句言わないんですよ。それがさ、はい、ピーとかさ、はい、ピーとかが受賞してたら、それ文句非難ごごやろ多分。いや、ほんま、ピー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 とかやったらもう非難ごごっていうか、あの、まあブヒュンとかやったらさ、はい、絶対あかんやんか。セルフピー。いや、でもあの、そういう人らに、うん、ピオレドールとか出したら過去にできた人たちがくすみますもん。まあね、はい、障害功労者を言うと、だってメスナーやってあの人らやもんな。あとダグスコットとかじゃん。ああああ、いや、やばい、名前がやばい。でも多分、うん、山野井さんとかのレベルの人でも
ロッコを着たら楽しいって言うと思いますよ。ああ。いやー。上脱ぎますわな、暑いっすわ。あ、綺麗わ。朝焼け。朝焼けちゃうわ。朝霧に包まれてる瀬戸内海が。めっちゃ綺麗。ああ。日本の朝ぜよ。めっちゃ綺麗ですね。もうクソみたいな大阪の街がめっちゃ綺麗じゃないですか。いや、セルフピーしてくださいピーみたいな大阪の街がめっちゃ綺麗じゃないですか。編集楽しようとしてバレた今日、はい、嫁のリュック借りてきたけど、はい、これめちゃめちゃ調子ええわ。あ、マジっすか。うん色違いの黒ほんまに買おうかな。2万ドルでしょ。2万ドルって車買うの間違えたこれでも日本に今全然入ってきてなくて、はい、転売屋がメルカリで6万ぐらいで売っとる。あーでもそれでも個人輸入したらええねんけどな。為替ちょっと落ち着いたしな。ファッションコーディネート、いやしないっすよ。いや山でファッションコーディネートの話とかただのナンパじゃないですか。なんかそれ隠しなさいちゃんと日本一下品な、はい、あれな。あの一言で言うと悪いっすけど下品っす。ああやってることが。いやまあいいんじゃないですか。まあいいんじゃないですか。あのあいつにはちょうどいい。うん、そう思いますね。オーライ。はい、ダメ。なんで ?3 点指示してないから。じゃあね、後ろに人おるから、はい、急いだの。嫌がらせしたいだけじゃないですか。別に3点指示なんかしなくたって、あんなとこ、別にいいっすからね。ダメですよ、絶対レインウェアなくて。レインウェア着なあかんとか。ああ。誰が決めたんですか？と思いますけどね、僕は。コットンは着たらあかん、濡れたら乾くんからや。まあ、一部それは事実として、便利なところもあると。はあはあはあ。僕が言いたいのは自分の意見を持とうってことです。はあ、なるほどね。年取ったら説教臭くていけませんね。いやでもほんまにでもあれっすよね。まあでもこれからそういう見極めって結構大事になってくるかなとは思ってます。まあね。BCA 一発入れるではありますが、はい、入れますか。まあそのうちいっぱい入れようかな。判断が遅い。この子はダメだダブル鱗抱きめっちゃうざいやんめっちゃ嫌よくですがね。だいぶ進んでから言うな。はい。あーきれいわ。最近注目するゲームあります？ね、プリマロフトアクティブ。あインスレーションか。今僕買いたいなと思うのはパワーウールですね。やっぱレースレイヤーの素材はポーラーテックのパワーウールっていう。ふーん。外側がメインウールなんですけど外側がポリエステルかな。
あああるね、なんか化学繊維のハイブリッドなんですよ。はい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 。摩耗性も上がってるし速乾性も高いけどルールの良さはめっちゃある。どこやったっけ、どっか出してたよな。どこやったっけな。ティートンブロスちゃいますか。あ、ティートンブロスか。はい。あれ国産のメーカーなんです。ああ。僕はアリア思ってますけどね。いや、同じくそれで、はい、その最近俺スタティックってとこ注目してて。あ、国産メーカー。そうそう。でも結構あの日本の素材屋さん、うん、あの本気でアウトドア用の新素材とか作ってくれたら嬉しいなと思いますよね。ああ、おはようございます。あの東洋レオンだったら繊維の間にあの管通すの得意だから。ああ、通れでええやんけ。はいそうですね。大阪発動機言うんか。それどこっすか。ダイハツや。ダイハツって大阪発動機なん。そうやで。知らんかった。ヤンマーはヤンマー。はい。Hey, good morning. ドルフのブートキャンプ。Good morning. 内緒っすよ。はい。六甲山の紅葉樹の下とかに、うん、トリュフがあるんですって。え、ま、回ってんで。内緒なん。いや、内緒っすけど。ああ。まあ我々のチャンネルを見ていただいている人だけには。ああ。内緒っすよ。そうやねんな、普通に生息域なんですよね、トリュフの。そうなんですよ、ね、ポコッと表面で黒いなんかモコってしてるやつだったらトリュフの可能性があるんで。ちょ、ま、待って待って、はい、内緒って何。もう一回俺内緒って辞典で引いてみるわ内緒って辞書で聞いてもらったら、うんうん、貴重な情報をあんまり言いたくないけど、うんうん、視聴者の皆様にはお伝えするっていう風に書いてます。キノコは一緒やからな。持って帰ったら。はい、なんでこれはトリプなんだみたいな。いうのを一つのブラとして。なんで、はい、なんで今つぶやきしろみたいなやつ出てきたん。これはトリプなんだみたいな。そうでも。ちょっとこういうところに頭出すことがあって。あ、トリュフ。すごいね。え？見てるんですか。最近ね。はい。僕ちょっと食欲がほんまに暴走気味で、はい、なんでなんかっていうのを考えたときに、はい、すごい体が塩分を欲してるんですよ。あ、それちょ普通に塩分足りてないやつは。あるん、そんなことって。でもいや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 、余裕である。普通に普通の日常の食事をとっていても。はい、あるある。 あ、 そうなん。余裕である。いや、ほんまにポテチとかが食いたなんのよ、はい、あ、それ普通に塩足りてない。あ、そうなん、はい、ありえるんや。いや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 、はい。だからその塩分を取ろうとしてめっちゃ食欲出てんのかなとちょっと思っててんけど、うん、あの登山ってダイエットになるんですかみたいな、はいはい、あ、絶対ならない。まあまあどうぞ。はい僕めっちゃ痩せましたけど、うん、まあ、これっていうのは、うん、別に山でやってたわけじゃなくて、うんうん、むしろ登れば登るほど太っていくんじゃないかですよね、はいはい、ただ痩せる理由にはなるんですよ、登山って。痩せる、あの、はい、間違ってたらごめんやけど、はい、筋肉つくことによって基礎代謝が上がるっていうのはあるかもわからへんけど、はい、登山そのものはどうなんやろ。僕筋肉、あの今回僕痩せましたけど、はいはい、何が落ちたんかって言ったら筋肉なんですよ。ほう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 。脂肪ほとんど落ちてないんですよ。はいはいはい。筋肉がめっちゃ落ちてるんで、うん、あのなんかそこだけ筋肉取ったらパフォーマンス下がりそうです。うんうん、めちゃめちゃいけるんですよ。はい。でこれも体質によると思うんで、はいはい、ただ寒いところ行くのはかなり不利ですよね。ああ、
今日も僕めっちゃ着込んでましたけど、あれめっちゃ寒いんですよ、まあ、やっぱり。はい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 。基礎代謝はめちゃめちゃ落ちてます。なるほど。山登れるようになったかって言うたら、こういう低山めっちゃ強いですけど、はあ、めっちゃ寒いところ行ったりとか、何日も山入ってくとかかなり強いと思います。あー、なるほどね。はい、状況によるってことです。でも、理由があるってめっちゃ大事ですよ。うん、これね、とりわけダイエットについては、ね。あー。痩せる念がなかったら、頑張れないですよ、やっぱり。なんで痩せたん？いや、煽られたから。いや、マジで。バディからの心ない暴力で、言葉の。いや、でも、急にちょっと言われたぐらいで痩せてたら、うん。おはようございます。おはようございます。ちょっと煽られたぐらいで痩せてたら、まあ、あんだけご視聴者の方に言われたら、ああ。一点ちょっとやったろうがいいんですね。ああ。俺の本気を見せたらないかと。あ、そうそうそう。でも奥さん喜んでんじゃん、そんだけ絞ったら。まあ、喜んではいますが。どうやって痩せたんかについては、うん。冷凍宅配食品サービス。はいはい。っていうのを使って、まあ、1食400キロカロリーぐらいなんです。うんうん。でそれしか食わん。1食何円？1食600円ぐらい。ああ、まあ現実的な範囲やな。で、おかずだけなんで。うんうん。ご飯は 120g で決めて。はいはい。で、あのビタミン剤と電解質を体に放り込みながら、食事の前にしっかり、あの生野菜とスープで、うん、食事をとって。で、もうそれしか食わんって決めたら、もうそれしか食わんと。うんうん。で、チートデイ作って、で、やってます。でも、はい、俺も体重落としたとき、やっぱチートデイは作ったけど、はい、チートデイ、大事やと思う。チートデイ大事です。マジで。我慢する理由って、やっぱちっちゃくいるんですよ。あ、週末になったら美味しいもん食べたんねんっていう、あれが結構な。はい、当たり前を当たり前にしないことってすげえ大事なんだ。普通に腹いっぱい食えるっていう環境を当たり前にしちゃダメなんです。なるほど。ただ僕のやり方って、ただの厳しい食事制限なんで、非常に理論としやすいから、ご視聴者の皆さんにおかれましても、誰かに煽られて、痩せろみたいななって、んだら痩せたろやないかいっていう時だけ、あ、リバウンドする気満点やな。やってするでしょ。やっぱでもこれすごいわ。なんだかんだ俺が来続けてるやろ。来、はい、続けてますね。それまあまあすごいっすよ。いや、ほんまにほんまに。パンパンに入れて、はい、標高上がって気圧でさらに膨らんで破裂するんやと思う。ああ、いや、そんな僕もそう思いました。空気抜いた方がいいってことですよね。だから、いや、ちゃんと逆にちょっとだけ空気入れとくね。ほんなら空気の部分に圧力逃げるから。ああ、膨らむんじゃないですか。膨らんだとしても、はい、空気ってそこまで膨らんだ時の圧が高くなれへんから。そうそう、そこがだからエアサスペンションになるわけよ。工業用語。もしくはもともと容量を減らしとくかよ。悪いな。わ、食い物をあげられへんね。ニャコちゃんいっぱいおるやん。そうなんですよ。へえ。食事与えるから。へえ。可愛いですけど、かわいいですけど、彼らにとって彼らのためにならないから。ああ。食事を与えることは忘れてますけどね。今日差しが暖かいから。こいつらでも寒いやろ、こんなとこおったら。寒いんですよ。でもずっといるんですよ、何年も。へえ。彼らには彼らの生活があるのかもしれないですけど、かわいそうですけどね。これカザフキーワですよね。カザフキーワですよ。俺、はい、なんだかんだ初めてですからね。ここ来たの。そうですね。いつもここ風吹き屋で先進みますって言って。来ましたよ。うえい。
ロックオブウィンドフロー。じゃあ行きましょうか。スルーということで。ちょっと水入れて。はい。もう下山開始ですけど、うん、その前に僕がどれぐらい痩せたか、うんうん、改めさせてもらいましょうよ。それ僕の発言なんですかね、それ。改めさせてもらうのはドルフ氏の方かも。いや、俺あそこまで興味ないから。あ、そうなの。あなたが要はあるでしょ、どやりたいんでしょ、うん、あ、ほんまやわ、痩せてるわ。ほんまやわ。盛り上がらないです。パパパパパパパ。おっさんが頑張っても何か意味あります？これでも肋骨浮いてるでしょ。それはちょっと服の上やったら分かれへんけど、でも腹はへこんでるわ。てかでも あんたそんな短足やったっけ？短足なんですよ僕。え、マジで？俺もうちょっとなんか足長いイメージあったけど。いや、そんなもんやったっけ？ここっすよ。はあ。僕が短足なんで。じゃあ次はあれやな、はい、足伸ばす。意味がわからない。いや、もうそれダメっすよ。骨延長は本場にやばいんですから。今トルコでやって問題になってますけど。あ、そうなんですか、はい、痩せたな、ほんまに。あ、疲れた。あ、疲れた。あ、疲れた。あ、でもちょっと減ってるな、やっぱ。でも一回りちっちゃなったな、はい、はい、いやでも痩せたん筋肉なんで。あー、でもちっちゃくはなったな。ちっちゃくはないですよ。それ9キロ10キロ痩せた。もっとおっぱいやったし。あ、そうそうそう、うんうん、こっからって長いん。いや、締めてます。そうやんな。あの無尽蔵のエネルギーがあんねんから、あいつら。あれなんなんすかね。ほんまにあのエネルギー切れてもすぐクイックチャージしよるやろ。今はい、ここおりますね。うん。で、3-6 の分岐のところを、うん、まずは目指して、で10分で終わっちゃうんで、 うん、でその後また下にバーッと置いて3-6のところに、うんうん、まあ大体30分ぐらいでパーッとここまでおります。金取山、はい、もうここまで降りたのがすぐゴールなんで。はい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 、まあ、30分ぐらいガーッと降りましょう。はよー、まあ、行きましょうか。どっち、こっち。いや、これほんまにええな、このバックパック。何ですか？バックパック。ああ、あの、いつもの HMG って、うん、トップローディング、ね、あれはトップローディングっていうか、あのロールトップやね。あー、ロールトップか。うん。便利でしょ。まあでも容量可変させようと思ったらロールトップになるからな。なんかおかしいな。ちょっと戻っていいですか。あの、風壁の裏から回らなあかん。あー、向こうっかは。あー、やっぱ朝の登山は気持ちいいな。あ、こういうことね。こういうことっすって。間違えといて偉そうに言うな、ほんま。しかも何回も通ったんちゃうんか、ここ。足が覚えてんって。あ、大丈夫ですか。あっこまで行ったようですわ。出た、暴力。俺のは切れるね。キチヨウ、キチヨウヨウ。あの氷点下になるテント泊の時に、うん、あのその場を盛り上げてんのか盛り下げてんのか分かんないですけど、キシヨウっていうつぶやくのは誰しもやりますよね。いや、多分盛り下げてるよね。いや、盛り下げてるでしょ。余計サブなるよね。こっちには行けないんだって盛り下げてますよね。できる気がせえへん。いや、っていうのがその体力的なこととか、はい、そういうことよりも俺もうあの
ほんまに帰りたくなると思うね、家に。いや、でもホームシック問題は。そう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 。いやー、そうなんですよね。なんか普通に泊まりでキャンプしてる時とかも、うん、夜なんか急にすごい寂しいなる瞬間ある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 、ありますよ、ね、あるあるある。あれ何なんですかね、何なんも何もあれなんですけど、ね、あ、夜おらんわってなるんですね。俺どうしよう、帰ったら、そら就職してたらあ、お父さん俺就職決まったで言って今パパって呼ばれてるでしょ、うん、もうすぐあの歩く突然親父って呼ばれてるでしょうねおふくろ親父の日がいや、おふくろじゃない、おかんやろ、おかんかな、おかんって、おとんおかんか、はい、親父か。そうですね。そうって今なんて呼んでる？何ですか？いや、ちゃ、はい、両親のこと。あだ名す。あ、あだ名なんや。はい、おかんおとんは言わない。へえ。あんまり言わない。多分あれやな。あんたのとこちょっとあの、はい、進んでるよな。進んでるんですか？知らないです。ちょっとハイカラな感じがあるよな。なんかわあ、綺麗、はい、綺麗綺麗ですね。綺麗ですけど、なんか鼻につく話題でしたね今の。え、そう？いや違うかな。いや全然あれやで、その、はい、悪意ないで。いやいやいや、恐れ入ります。はい。え、だからあなたもその小さい時から海外行かしてもらったりとかさ、あ、そうですね。そういうのにやっぱ敏感な両親なんやなって感じが、あ、うん、感じた。うん。いや、ほんまに。うん。俺三兄弟やんか。はい、でその3兄弟がそれぞれ複数の習い事させてもらっとったんな、俺やったら英会話行ってて、はい、塾行ってて野球やって水泳やって、はい、妹やったらピアノ行って塾行って英語行ってとか、はい、そんなんやから、今自分が2人子供おるやん、はい、それをせえって言われたらちょっとほんまに汗出るもんな汗出ました、もうすっごい油汗がいっぱいドラッドラ出てくると思うねん。え、だからほんまにすごかったんやなって思う。いや、ほんまにすごかった、ね、うん、俺なんかその、はい、未だにそのちょっと名残残ってるけど、はい、ほんまにひどい小児喘息やったから、その治療兼ねてその最初水泳やらせてくれてたから、それにスタートして今にその他の習い事もなんやかんやさせてくれてて、いや親って偉大やわって、ほんま親になって思うわ。まあ、なんかでも大人になるとありがたみを感じますね。感じるね。ありがたいなみたいな。不動職で言うたら俺今、はい、トレールバターがめっちゃ興味ある。トレールバターは消化器結構重たくなりそうですよ。ああ。ドルフのブートキャンプ。はい、行きましょうか。あ、タイムアウト？あ、タイムアウトはもうゴールなんで、もうやめいいんじゃないですか。ああ、もうそうか、ここに書いてあるもんな、はい、もう降りたんで、ここの下神社なんですよね。あ、ほんなら参拝とちょっとお疲れ。いや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 、ちょっとまあまだあるんであ、まだあるの。はい、今ちょっとエンドロールが流れて始めるぐらい。やり続けてください。ボイパ無理、ボイパ無理。もうええわ。しんどいわ。息もたへん。